金剛里氏、金剛トシは、音訳では、バニチラボダイといい、中国密教の祖師であり、戒厳三大師の一人である。主に、金剛いただき教系の密教を伝えた。真言八祖の中では、不法の八祖で、第五祖、伝え持ちの八祖では、第三祖とする。金剛トシは、南インドのマライマリア国の人で、バラモン種の生まれである。 10歳の時にナーランダデラに入り出家した。着城寺のもとで文法学を学んだ。15歳の時に西インドに夕方し、4年間かけて法省の論理学に関する著作を学び、ナーランダデラに戻った。20歳の時に具足会を受けた。その後6年間、大乗、小乗の各種の戒律を学び、半野等、論、百論、十二門論等の論証も学習した。 28歳の時、カピラ城に向かい、証券論士について、湯ガ子持論、有意識論、弁中編論を学んだ。3年を経て31歳の時、南インドに向かい、竜樹菩薩の弟子である、リュウサト氏について、7年の間支持龍サト氏の下で、金剛町湯ガ行、ビルシャナ総治ダラに訪問等の密教の経典を、学んだ。また、各種の五行の論称も学び、 波に五分感情を受けた。県立の奥胸に達した、金剛里氏は、主婦である、劉里氏のもとを辞して、中インドに戻った。その後、南インドが大干ばつに陥ったとき、その国王の求めに応じて、金剛里氏は再び南インドを訪れ勝負を行った。その後、国王は、金剛里氏のために寺院を建立した。三年後、金剛里はスリランカに向かい、 物石を巡拝した。戻った後、東方に向かう準備を始めた。南インドの国王は使者を派遣して、金剛里氏を護送させ、波に、スータの経典やそよぎ協、スータの人法を携えさせた。カイロより、スリランカジャワ島、24国を経て、関南深区の果て、3年を経て、719年に、ついに甲州に到達した。 時の節度師は数百艘の船を派遣して出迎えた。翌年の初め、唐と落葉に到達した。その後、両刑で伝業に努めた。前後して、大慈恩寺、大御も寺、四聖寺などの大寺で、あるいは壇上を建立し、あるいは経典を翻訳し、また、四州を下道した。741年、帰国を思い立ったが病に倒れ、落葉で没した。送り縄、 大愚教三百743年、西流門に島を混流した、小野塚育清、金吾里市日本大百科全書、小学館、江町伝行、P61、ありがとうございます。